アラバン駅にいて、フィリピン国有鉄道は、フィリピンの鉄道事業者で、フィリピン運輸省の一部門である。フィリピンのその他の鉄道については、フィリピンの鉄道を参照のこと。スペイン植民地時代の1875年6月25日、スペイン国王アルフォンソ12世の命令で、ルソン島に、鉄道の計画が立てられた。 1892年11月24日、マニラレールウェイカンパニーによって、マニラ、ダグパン間 195km の営業が開始された。1916年に、MRC が国有化されてから1940年までに、北部サンフェルナンド、南部レガスピまで延伸し、現在の南北に路線の体制が整った。さらにサンホセ、カルメン、 サンタクルーズなどへの支線が開通した。フィリピン国鉄路線図、第二次世界大戦で大きな被害を受けたものの、終戦後1945年から一時、アメリカ陸軍の管理下に置かれ、戦前の路線 1140km のうち 452km が復旧した。1946年2月1日フィリピンの政府に返還され、 1946年6月20日、共和国条例により、フィリピン国鉄が設立された。1954年から1957年にかけて、蒸気機関車からディーゼル機関車への転換が行われた。1973年の台風により、北方線が一部休止続いて1975年の大洪水により、 南方線のレガスピ付近で橋が流され、マニラからの列車は、レガスピの手前1 2トルまでの折り返し運転となる。1979年7月23日に、フェルディナンド・マルコス大統領が大統領令を発行し、運輸通信省の一組織となる。1970年代以降は、道路網の整備に伴い、 所要時間に勝る路線バスやジップニーに乗客を奪われるようになる。その結果資金不足で路線や車両の整備がおろそかになりさらに乗客を奪われるという悪循環に陥り政治に翻弄されるようになる。それでも1989年には日本の政府開発支援により国鉄南線活性化事業が実施され、 ルセナ長までの長距離南東線245キロが軌道整備された。その後、1991年には、同じく日本の政府開発支援により、トゥトゥバンエスパーニャまで56.6キロの都市通勤線が整備されている。1991年のピナトゥボ山の大噴火で、北方線が全線運休、事実上の廃線となる。 1995年2月23日、マニラからカランバまでのコミューターラインの運行が開始される。2003年6月には、グロリアーロヨ大統領の大統領府の下マニラライトレールやマニラ近郊の国鉄線を合わせて、信頼性の高い通勤ネットワークを構築する、ストロングリパブリックトランジットシステム計画が承認され、 以後マニラ近郊の国鉄線の整備が開始された。しかし、長距離路線は、その後の自然災害で大打撃を受けている。2004年11月12日午前2時30分分頃ルソン島南部のパドレブルゴス付近で、312人の乗客を乗せた、レガスピ発マニラ行や高列車が、脱線、8両のうち客車5両が、 強国に転落死者13名の大惨事となった。警察と国鉄はレールの盗難が原因としているが、速度超過が原因とも言われる。事故にあった客車は JR 東日本が譲渡したものであった。さらに2006年9月、台風15号で3カ所の鉄橋が流され、ビコールエクスプレスは運休。北方線が事実上の廃線になったように、 南方線もビニャニーマンは一部路線も埋まり、路線上に不法選挙住宅が立ち始め、廃線になるかと思われた。しかし、2010年6月29日、フィリピン国鉄の長年の補修作業により、マニラのトゥトゥバン駅から長駅を結ぶ、夜行列車ビコールエクスプレスの運行を再開した。2010年8月には、同年の台風被害のため、一時運行が停止したが、 同年9月には再開され、1日に往復の運行がなされていたが、2012年10月に、ルセナ南方の地点で大雨による路盤崩落が起こり、長生きビコールエクスプレスが脱線転覆するという事故が発生した。線路や車両は復旧したが、運輸通信省からの運転再開許可がないことを理由に、現在も運休が続いたままである。 フィリピン国鉄公式サイトでは運休中とあるだけで、許可が降りない理由は明らかにされていない。マニラ近郊の国鉄線については、2007年以降、次第に面目を一新していった。2009年7月中旬、マニラ近郊のメトロコミューターでは、韓国現代ロテム社製の新型ディーゼルカーが、営業運転を開始している。また、南部のビコール半島でも、 近郊通勤路線構築の動きがある。2009年12月、長を中心としたリコールコミューターが運行を再開した。この区間では台風15号での被害があまりなかったことから台風で長に取り残された5両の12景客車を整備して1日に往復運行されていたが、ほどなく廃止になった模様。期間は 1067mm の強気 レールは3 2グラマイメートル、または3 7グラマイメートル。2007年現在、路線総延長1 0 6 0トルのうち、公式に運行されているのは4 7 9キロメートル。マニラの始発駅は、トンド地区にあり、正式名称は、トゥトゥバン駅。この駅から北方線と南方線の2路線が伸びている。北方線は、トゥトゥバン駅から、 近郊の過労館島で通勤列車があるものの、その先はすでに廃線状態となっている。南方線は都市間列車であるビコールエクスプレスと通勤列車であるメトロコミューター及びビコールコミューターが運行されている。北方線港方線ビコールエクスプレスビコールエクスプレスの路線図ビコールエクスプレスは南方線マニラレガスピカン 474km を 所要時間12から13時間で走る、長距離列車である。2006年9月下旬、マニラ首都圏を襲った、台風15号でカランバの手前3キロメートルの、サンクリストバル川鉄橋が崩壊した。長年にわたる修復作業が完了し、2010年6月29日、マニラから、長区間の運転が再開された。日本の JR 東日本から譲渡を受けた車両が、 投入された。午後6時30分にトゥトゥバム駅を出発し午前4時に長駅に到着するフィリピンで唯一の夜行列車として1日1往復の運転を行っている。2012年10月に台風の影響でリコール地方の運行は中止され2018年1月現在も路線が復旧したものの運行再開において政府の許可が降りていない。 メトロコミューターメトロコミューターは、マニラ首都圏からラグナ州カランバまでの地域で運行される通勤列車である。以前は、メトロトレンやコミューターエクスプレスと呼ばれていた。2007年7月、メトロコミューターは、トゥトゥバン駅ビニャン駅間、約 40km を1日8往復するのみとなっていたが、2007年10月のダイヤ改正により、 平日も6往復となり、エスパーニャ駅パサイロード駅間で単線運行となった。さらに2008年7月のダイヤ改正で、毎日4往復のみとなり、全線単線運行となり、この時から三角屋根の客車は運行されていない。さらに2009年7月から、韓国製の3両編成の新型ディーゼルカーが運行開始、当初は、 トゥトゥバン駅ビクタン駅間で運行を開始したが、2014年10月には、トゥトゥバン駅アラバニ駅間を8往復、トゥトゥバン駅、スーカット駅間を9往復していた。トゥトゥバン駅、スーカット駅間は、伏線で、その他の区間は単線だが、カランバン駅までの伏線工事に着手した。2016年8月現在、トゥトゥバン駅アラバニ駅間で、平日21往復。 日曜、祝日は19往復運転されている。その後、ママティード駅までに往復、その一駅先のカランバ駅まで1往復延伸された。2014年3月3日には、プレミアトレインとしてキハ59系へ、小金が登場した。トゥトゥバン駅を出発した後、ブルメントリット駅、エスパーニア駅、サンタ、メサ駅、ブエンディア駅、エドゥサ駅、スーカット駅、 アラバン駅、サン、ペドロ駅、ビニャン駅、サンタロサ駅に停車する急行タイプとして運行されている。運賃は60ペソ90ペソ。2014年5月23日には廃止し、j r 2 0 3系に置き換えて、トゥトゥバン駅、サンタロサ駅間を各駅停車で運行する予定であった。2014年6月25日に置き換えが完了した。 現在運行されているのは、現代ロテム車製ディーゼルカー DMR1、JR キハ52系、JR203 系、インカ車製ディーゼルカー8000系及びキハ59系、小金である。ビコールコミュータービコールコミューター,ー,ー,ター,ー,ー,ター,ーは、南、カマリネス州長を中心とするビコール地方の、通勤列車で、ケソン州タグカワヤンから、 アルバイ州リガオまでの区間で運行されている。2009年9月16日から運行が開始された。すべての列車は JR キハ52型を使用している。長駅レガスピ駅間1往復、長駅シップコット駅間2往復が運行されていたが、現在は運休中。トゥトゥバン駅構内に放置される日本製客車路線更新のための工事現場資金不足による 設備の老朽化が激しく、保守管理が行き届かない。客車は、日本で廃車になって譲渡された1 2系1 4系や203、系電車などが使われているが、いずれも損傷がひどいという。レールは、目視でも歪みがわかり、継ぎ目が数センチメートルに及ぶ箇所もある。枕木やバラストは土砂に埋まりほとんど用をなしていない。日頃より整備の行き届いた。 日本の線路と比較すると相当状態は悪い。なお、現在14系客車は全車廃車となり一部解体された。線路が住民の生活の場となっているマニラ近郊では線路敷地内にスコッターによるスラムが形成されており、線路上で食事、洗濯、入浴、ビリヤードなどを行う光景が日常的に見られる。 子供による投石や線路への置き石も後を絶たないと言われる。また、運行本数が少ない上線路上に人力のトロッコを走らせる行為が多数見られ、住民や通勤客の重要な交通手段となっている。列車の運行本数が少ない上常に警笛を鳴らし続けて助行するため、警笛が聞こえてからテーブルやトロッコを片付けても十分間に合う。そのため、 意外にも事故は起きていないと言われる。PNR 側も彼らを排除する行動には出ていない。2009年1月現在マニラ付近の不法占拠者はすべて排除された。かつて民家の軒先が車両に当たるゼロクリアランスの状態であったが、現在は複々線ができるほどの広大な敷地の中を単線運行している。 貧困層の多い地域を走るため無賃乗車が多い。客車の屋根が三角形に尖っているのは、無賃乗車を防ぐための措置である。しかし、駆け足程度の低速で走行する上ドアが開け、話であり、走行中の列車に大いに乗降できる。あまりにも、日常茶飯事のため、他の乗客が気にする様子もない。現在、フィリピン国鉄により、車両を呼び、 線路の修復作業が続いている。2010年6月に再開したビコールエクスプレスの運行をはじめとして近年日本の JR から譲り受けた車両の活躍が目立っている。今後の課題は老朽化したディーゼル機関車と線路と言われている。インドネシアのインダストリクレタアピから新たに軌動車、ディーゼル機関車、客車を2019年から2020年にかけて 投入されるまた、2019年7月をめどに、ハイブリッドエレクトリックトレインの営業運転を開始する見込みである。2019年12月16日より、インカ製機動車2編成の営業運転を開始した。事実上配線となっている、北方線を再利用して、ノースレールと称し、マニラとクラーク経済特別区を結ぶ計画が検討されている。計画では、 現在の単線から複線に、地上から高架に、基幹を 1067mm から 1435mm に変更する予定である。事業費用は5億米ドル程度と見積もられ、そのうち4億米ドル分については中華、人民共和国が無償資金協力を申し出た。2006年11月に準備工事が始まったが、建設の遅れや中断。 南シナ海問題が度重なった。2009年1月に建設は再開したが、2011年3月に建設は中断した。アロヨ政権時代に中国企業、サイナマックとの間で締結した契約について、秋野政権は不法な契約及び汚職を問題として、計画を中止した。2012年、フィリピングニュー通信省は、カナダ企業、 CPCS によるフィジビリティスタディを行うことで事業を再開させることを検討した。頓挫したノースレール計画に代わり、ラグナ州、カランバ駅からマニラのトゥトゥバン駅、ブラカン州、マロロス駅を通りクラークシティまでを結ぶ計画。また、クラーク国際空港とも接続し、フィリピン発の空港連絡鉄道としても機能する。 1> 第1期は、トゥトゥバンからマロロス約38キロメートルを結ぶ、鉄道計画で、2015年1月19日、マニラにおいて、日本の安倍晋三内閣総理大臣とフィリピンの、ベニグノアキの賛成大統領が立ち会い、日本が支援する、胸の署名式が開催された。期間は1435ミ、mm、リメートル、直流1500ボルトの架空電車線方式を、採用した。 高架鉄道として建設され、車両104両は、住友商事と総合車両製作所が受注した。ありがとうございます。